ながら動くので、はい、その時になんか日本古来のものには多分今すごくドライに簡略化されすぎてる。そうですね。両方使ってもらって大丈夫なので、はい。じゃあ、割とかは決めていただいて。どっちかをメイクルーム、どっちかを荷物置き場にしようか。どこでも止まってます。一応下具合にしようかなと思って。大事だからね。なんでもう角どこか。うんうんうん。かな。了解です。この袖まくに隠れるこの辺りとか。はいはいはい。まあちょっとお客さんからも全方位から見れるようなところを探してやろうかなと思って。わかりました。白塗りは大丈夫なんですよね。大丈夫です。はい。そんなにつきます。いやー、どうこするかにもよるんですよね。なんかけどまあ気にしてもこの下のパンチとかが白くなって落としにくくなるみたいなことはあるんですか。ありますね。あります。その場合の養生とかは一応持ってきてるんで、はい、ビニールのやつ引いてもらっても大丈夫です。はい。よっか。裏通ると多分汚すから。うん。そうしましょう。場面を展開してもはい、センターと、一番最初に暗転板付きする4人のものがちょっとはいちっちゃいのでいいのでチェックいただければ。これはい、光見えるのがいいです。そうですね。閉じるかなんかかけとくかどっちかで光が漏れる。うんうんうん。準備しておきます。明日はちょっと爆音でいこうかと。いいじゃないですか。最高ですね。セリフがない舞台は好きなだけ音出せる。もうこういう時に出したいみたいな。そのためのこういう機会っていうのはあるんでね。大丈夫です。はい。あ、チェコある。どのぐらいの大きさが。あ、それの。そうですね。あ、大きさ高いんで。はい、そうですね。まあ結構動きとかもいろいろつけてくれるので、今柄ですけど、もっとこうプリズム状になって、はいはいはい。明日でその暗転からどういう導入になってくるか、おうちの導入になってくるかみたいなのをちょっとタイミングを見たりとか、はい。暗転からだとさっきみたいにつけてすぐは映るもんではないので、じわっとくるので、はい。いや綺麗だな。OHB 欲しくなるな。いやなかなかないらしいですよ今。そうっすよね。阿部美ごめん舞台センター立ってもらっていい？で空間の中をずっとゆっくり動きながら踊りながら動くので、はい、その時になんかフォローがあればいいかなと思っています。うん、じゃあもう出てきた時からもうそのまんまで。わかりました。で、なんか椅子と机を使われる。あ、ごめん、ちょっと椅子はやっぱやめて、机をね、ちょっと悩んだんやけど、机はああ、そういうことか。これでフェーダー代わりというか。はい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 。へえ。すごい取られてる。ようやく。アナログフェーダー。これって、それはその機械っていうのは、あ、ちょっと持ってきましょう。長袖の。長袖で細長いね。長い。結構 OHP がざっくり。白いですね。ステージ上のスタンダードが面白い。さっきこうバーベキューをしたみたいな感じで現場に出てたんですけど、あの状態でも安全で、石井さんがやってんねや。こういうの好きですね。そう、仲良くバッグがすでにそこにいてると思う。横に当てるのも面白くて、いや面白いですね。白ければ白いほどやっぱりこうパキッとなるんですけど、こうやあの確かにこうやめっちゃ綺麗や。すごいな。全部使ってやろう。全部使ってやろう。不織布ってもうちっちゃい穴がやっぱ開いてるんで、ちょっと透けるというか。ああ、一応僕は白塗りするんですけど、その上にまたまとうの不織布です。はい、今回。はい、まあでも白塗りするんで、それが全然もうあれにはなると思います。綺麗に映ると思います。皆さんまた明日よろしくお願いいたします。お願いします。だからこそ、その日本人の感覚とか、その舞踏の場合はそれが表出されるものになってるって思って、すごいその和というか、すごく例えば100通りの範囲が言える表現であったりとか、例えば日本語で言うその海外やったホワイトが。たくさんの日本やったらその色を表現する言葉があったりとか、それこそそれ藍染め一つ、そうですね、あれ何十通りあるっていうぐらいあるじゃないですか。いやこれは本当に文化ですよね。染料とか、僕は日本のその古代の職人技術、刀鍛冶しかり染料しかり、あれは結構現代で失われた技術になってると思う。東市にね、刀鍛冶があるんですよ。で、この先に工房があって、刀鍛冶の話は面白い。聞いてみたい。その人が得意としてるのは弥生時代の刀剣を得意としてて、ああね、すごく今もその日本がまあそれ伝来はよそからあるかもしれんけど、長く日本人がその伝統技術として作ったもんっていうのはすごくなんかこう僕ら感銘を受けることがいっぱいあったりとか、僕建築が好きなんで、この間やったそのお寺のやつもそうなんですけど、今新築のお寺ってまずないし、宮大工さんが補修というか修繕もあっても新築をするのってなかなか見られんくて、僕それが見れたこと自体がもう言うたら一生に一回できる見れるかどうかっていう機会だし、でその建造中の中で演奏できるっていうこともすごい夢のようなことなわけで、だけどそれはそういうのに興味がある人にとったらすごい特別な分かることでね。だけど本当ね、その木の組み方一つ、その木が何百年後にどう反るかまで考えて木を選んでたりとか、今回もそのね瓦一枚一枚もう一回乗せるために全部ルビを振ってったりとか、どれを使う、どれをどっち向きに使ったらもう一回使えるとか、大工の知恵なんて俺らじゃもう、想像もつかんぐらい深くて、けどそれは伝えられてきてるということでもあって、その伝統文化のすごいとこはそういうことでもあるし、もちろん悪い面もあるんだけどすごいね、その刀鍛冶とか染料とか、その日本古来のものには多分今すごくドライに簡略化されすぎてる。そうですね、簡略化されすぎてて消えかけてますよね。それはもったいないってね、思いますよ。